本日はパンデミック条約、憲法改正、政府の嘘を暴く、真実を知り、国難と戦おうということで、こちらの講演会シンポジウムにお集まりくださいまして、ありがとうございます。本日、進行役を務めさせていただきます、吉澤茜と申します。よろしくお願いいたします。はい、本日は満員御礼で本当に400名の方がご参加くださって、今のこの状況にたくさんの方が強く危機感をお持ちでいらっしゃるということだと思います。本日の講演はパンデミック条約 IHR 改正について懸念を呈する超党派の議員連盟 WCH 議連のアドバイザーとして参加されてきました IT ビジネスアナリストの深田萌先生、国際ジャーナリストの我那覇雅子先生、流山市議会議員の宇田桜子先生、小田原市議会議員の木戸沢子先生、そして数日前にご出演していただけることが決まりました林一勝先生、そしてさらになんと衆議院議員の原口和弘先生にもお越しいただきまして、はい、もう大変もうとっても豪華なメンバーが勢ぞろいでいらっしゃいます。でこの WHO のパンデミック条約、IHR の改正、そして憲法改正や地方自治法の改正など、さまざまなことが次々と出てきているんですけれども、まずは今の状況をきちんと知って、何が問題になっているのか、この改正が行われると、どんなことが起こってしまうのか、こういうことをきっちり勉強していただいて、その後後半の方では先生方にご登壇いただきまして、パネルディスカッションという形でさらに深掘りしながら、さまざまなご意見を伺ってまいりたいと思います。それでは初めに WCH 議連共同代表でいらっしゃいます衆議院議員の原口和弘先生からご挨拶を頂戴したいと思います。原口先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、WCH 議連仮称ですけども、共同代表を務めています衆議院議員の原口和弘です。今日はアドバイザーの皆さんとともにですね、皆さんこんなにもたくさんの皆さんと今の現状、そして実は時間があるようでありません。5月です。もう一気呵成にやってきます。この憲法改正から言います。緊急事態条項と言ってますが、この1月1日に能登半島の大きな地震がありました。じゃあ彼らが緊急事態にどういう対応をしたかと、私も総務大臣をさせていただいてましたけども、オペレーションルームに1月1日に入った大臣は一人もいません。オペレーションルームって何かというとですね、危機が起きた時に全国をつないで、そして国民を救う、そのための部屋です。総務大臣の総務省にもありますし、防衛省にももちろん、そしてすぐそこの官邸にもあるわけです。入っていないんです。緊急事態条項とは名ばかり。何をやろうとしているかというと、皆さんの言葉を奪い、そして自由を奪い、人権を奪うということであります。今朝も深田さんとスペースをやりました。まあ、途中でね、ドラなるのが入ってきて、ちょっと結構放送禁止用語言ったんで、今まで開示するのに時間かかったんですよ。 P 入れなきゃだから。でそこで私たちが言ったのは、この憲法改正にはですね、手続き法がいるんです。なんだかご存知ですね。国民投票法です。じゃあこの国民投票を真を問うときにどうなってるかというと、外国人の人たちも広告を出すことができるんです。僕はこれをもう6年前に法律で出してます。吊るしっていうんですけども、国会でずっと審議されないままこのままになってるんです。日本を守ろうと思うんだったら、まず日本人しか広告出しちゃいけないというふうにすると思いませんか。いかがでしょうか。当然ですよね。だから名ばかりなんです。このパンデミック合意と言われるもの、これは何か結論から言います。これは世界の人たちの命やあるいは健康についての合意ではありません。我那覇さんがご紹介いただくロガスキーさんがの言葉を借りれば、これは生物兵器ビジネス協定です。あなたはここで儲かります、ここで儲かります、ここで儲かります。でその犠牲になっているのが誰か。我が日本人です。
この間村上正康先生と対談をしましたが、本来は例の注射、これ後で YouTube にするでしょ、しない、大丈夫、まあ一応注射と言っときましょう。この注射はですね、本来の実験がされてません、治験がされてません。まずラットでやって、お猿さんでやって、人間でやるんです。今レプリコンなんとかってやってますけど、お猿さんが足りないから私たち人間で、日本人でやるって言うんです。猿扱いすんなと声を上げようじゃありませんか。私たちはモルモットじゃないっていう声を上げようじゃありませんか。そして国民にはですね、知らせないと。この間上川外務大臣と林智香先生がおっしゃってくださった大平三原則、憲法73条ですね、これについて正しました。とんでもない答弁をしました。昭和26年に私たち国会は、昭和26年って僕だって生まれてないですよ、その時に署名をしてるから後の手続きは国会に諮らなくていいんだと言ってるわけです。これこそ国民無視です。岸田さんはもうもうじき辞めて次上川さんになるって言ってますが、林先生、とんでもないことですよね。許せない頑張っていきましょう。もうこれで結びにします。彼らが最初に奪いに来るものは何か、何でしょうか。言葉です。言葉です。言葉を私たちは使って伝えます。伝えられなくするんです。私たちがじゃあ何をやればいいか、たくさんの人たちに伝えればいいんです。今日この会がその大きな契機となりますように心からお祈りして、私の感謝と決意の挨拶にしたいと思います。本日はどうもありがとうございます。原口先生、大変力強いお言葉ありがとうございました。それでは講演の方に移りたいと思います。まずはトップバッター、我那覇雅子先生のお話です。よろしくお願いいたします。国際ジャーナリストである我那覇雅子先生からは、グローバリズム全体主義から見たパンデミック条約というテーマについてお話しいただきます。我那覇先生、よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、我那覇雅子と申します。本日は、ちょっとスケジュールの関係があり、私のお願いで最初にお話をさせていただくということで、先生方には大変申し訳ありませんが、どうぞ、よろしくお願いいたします。このパンデミック合意あるいは IHR、 国会では原口先生が先頭になって危機を訴え、そして政府が何を隠しているのか、それをあぶり出されております。私はジャーナリスト、一国民の立場として、本当にこの何て言うんでしょう、私も微力なんですけれども、でもこの国際約束が進んでしまえば、もう本当に日本は日本でなくなる、和の社会日本がこれで壊されてしまう、そのことが一番の問題であると思いまして、いろいろ私も調べながらこの運動に参加をしているものです。そういうマスコミが報道しないという自由を決め込んでですね、叩くものよりも報道しないものの方が怖いんですよ。その内容を一人でも多くの国民が知ることになるように、今回は深田萌さんがこのような会を立ち上げて開催してくださいまして、本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。この運動非常に重要であります。 LGBT 問題も前にありましたが、このような市民活動、深田さんが先頭に立っておられます。いろんな工作攻撃活動が活発です。私にも深田さんと一緒に活動してるのかなんてですね、わざわざメッセージが来たりします。こんなしょぼいことにですね我々は時間を割いている、時間ありません。彼女は今矢面に立って一生懸命頑張っているんです。皆さん、共にですね、まずは最初に深田さんを激励しましょう本当にありがとうございます。
はい、では私も時間を決められておりますので、少しパンデミック条約、IHR 改正、そして憲法改正などに関して、私が調べて分かったことなどをお話しお伝えしたいと思っております。で、そもそもなんですけれども、それぞれ皆さんレッドピルモーメントっていうのがあると思うんですよね。これは何かと言いますと、マトリックスをご覧になった方はあの有名なシーンご覧になってるでしょう。モーフィアスというあのボスがですね、片手に青い、錠剤を持って、もう片方に赤い錠剤を持って救世主ネオに聞くんですよ、どっちがいいかと。青いピルを取ればそのまま元通り日常の生活にあなたは戻りますと。つまり現実に目覚めないで、そのマスコミなどのプロパガンダによって騙される、あるいはあの機械の中の住人で終わるんだと。で、幸せに一生終わるかもしれない。でも赤い錠剤を飲めば現実がわかると。そしてネオはその赤い錠剤を飲んで、そして、まあ、世の中のために立ち上がるということをしたわけです。で、いろんなですね、このこれまでマスコミの嘘に騙されて、いつどういうきっかけがあって、まあ、目覚めたのか、何が正しかったのか、あるいは騙されてたって気づいたのか、いろんな人によって、経験談があると思うんですけれども、実は私はそういうレッドピルモーメントがなくてですね、まあ、なんて言いましょうか、まあ、ありがたいことに、まあ、日本社会あるいは世界でも、伝統価値観を大事にしていく、まあ、要するに家族っていうこの絆とか家族を大事にしようっていう文化の中で私は守られてきたってことが言えると思うんですよ。私はワクチン打っておりません。でもあの時ですね、自分の人生の中で、こんなにも海外行ったことないっていうぐらい行きました。まあこの、まあ要するに製薬会社などが患者をまあいいように扱っているというのを、私の両親は結婚する前から勉強していて、私にはワクチンやそういうの打たせないということでやってくれてたんですよね。まあそういうわけで私はその家族のまあ絆とかに守られたと思っておりまして、まあ、そういった日本社会を守りたいというのが私の一番の活動の原動力で、あります。はい。で、さて、このパンデミック条約合意、あるいは IHR 改正なんですけれども、私がいくらですね、今までのことを、こんな文章が出てきた、あんな文章が出てきた、こんな会議でこういうことを言われていると言ってもですね、今交渉状態なんで、しょっちゅうしょっちゅう内容が改正か、まあ、更新されていくんですよ。そういう状況があるので、この状況を利用してですね、古い情報を言うとデマだ、誤情報だっていうふうに攻撃されるんですよ。それが彼らの手口なんです。つまり洪水のようにあふれる情報が世の中に出ていって、ああでもないこうでもないと、WHO の場で会議されています。で、案が出てきてるからこれおかしいじゃないかって思った通り言いますよね。でもそういったこの状況をもって、昔のことを言っているからデマなんだ、偽情報に気をつけなさいと WHO は攻撃してくる。まあ、先ほど原口先生がおっしゃった私たちから言葉を奪う、これがその手口になっております。まあ、そういうわけで今日ちょっと紹介する内容というのは、ですから一番最新の出てる情報から紹介をしたいと思います。まあ、エッセンスをですね。はい。で、まあ、パンデミック合意からいきたいと思います。このパンデミック合意条約というのは、条約なのか合意なのか、名称すらもまだ決まっていません。しかし、原口先生が明らかにされた通り、内容を見てみると、日本の国内にある法律を変えなければいけない。あるいは今それと矛盾している。そして新たな予算をつけなければいけないということで、これ条約そのものなんですよね。何が言いたいかと言いますと、パンデミック合意条約、名前いかんにせよ国会で審議されなければいけないものであるというのは、これは全く変わりません。これ我々は国民として、国民の声を、国会議員の声を無視してはいけませんよっていうのは、我々は声を上げなければなりません。で、そしてこのパンデミック合意の内容なんですけれども、
ジェームズ・ロガスキーさんというジャーナリストがいまして、この方ですね、まあ、いろんなリークされた情報なども発信している非常に情報ソースが信用できる方なんですが、その方が最近、まあ、出た、これはですね、日付で言いますと、3月13日に出たパンデミック合意のまた新しい文章になってます。で、そこからいくつかピックアップしますと、一番目、何が問題点かというと、締約国会議というものを作ると。まあ、つまり、このパンデミック合意はですね、大枠のフレームを作るんですよ。細かいことはあんまりいちいち今書いてません。なぜなら、後から細かいことを決める人たちは、この人たちですよっていうことだけ決めて、それで通そうとするんです。それがこの締約国会議というもので、中にはいろんな国々も入ってますけれども、利害関係の出るような製薬会社とかリサーチするところ、そういったところもまあ入っていると。で、そういった人たちが多額のお金を扱えるような権力を得ると。こういうことなんですね。これがパンデミック合意に入っている。そしてこのエッセンスなんですけれども、内容を見てみますと、パンデミックが起きてどうやって我々の世界中の人々の命を助けようかという内容はありません。ビジネスの話が書かれてあります。つまり、パンデミックとなりそうな可能性のある病原体を探すラボを作るんですよ。しかもあっちこっち、世界中にです。そして、そこで見つけたものをデータベースを作って、すぐに共有しましょうっていうシステムを構築して。で、そこから、この情報があればですね、ワクチンなんかを作る元になるわけですよ、このデータが。そのデータというのはかなりお金的に価値のあるものですよね。そこから生まれた利益をどう配分するかっていうのを一生懸命話し合ってます。そうなので、もう貪欲な人たちがですね、あなたたちの命を救いますよって言いながら、実は皆さんが最近確定申告で納めた税金を絞り取って、これどうやって我々が彼らが生み出したワクチンとか、あるいはそういった関連のある製品を売りつけようか、そこから出てきた売り上げを儲けようか、この内容なんですよ。ですからジェームス・ロガスキーさんの言い方で言えば、この生物兵器ビジネス条約であると言われています。で、これ とんでもないんですよ。これお金だけ儲ければまだいいかもしれないと言いますのも、もっととんでもない懸念があるからです。それ何かと言いますと、これは最近私が生物兵器の研究をされていたいるメリル・ナス博士にインタビューをしたんですけれども、この方は過去にジンバブエで起きた内戦でですね、炭疽菌が生物兵器として使われたことを報告書でまとめた発表をした方です。まあ、生物兵器のエキスパートですね。この方が分析したところ、これとんでもないと。つまり、開けてはいけないパンドラボックスを開けようとしている。わざわざパンデミックになりそうな病原体を引っ張ってきて、機能獲得研究、要するにゲノムをいじるんですよ。いじってその情報をみんなで公開しよう、シェアしようということをしているわけですから、生物兵器を拡散しようとしているに他ならないと言ってるんですよね。これ恐ろしいことですよ。この生物兵器をこのような形で公衆衛生の言葉を、まあ、上に追っかぶせて我々が見えないようにしてですね、これを拡散しようとしている。ですから、これとんでもない世の中、社会になり得る可能性を秘めているんです。ですから我々ですね、この WHO の汚職とか、あるいは製薬会社のお金の問題とか、その懸念もありますけれども、もっと恐ろしい懸念として考えうる可能性というのは、生物兵器拡散条約を作ろうとしているということなんです。本来はこれ禁止してですね、みんなで一斉ので破棄しましょうが正しい方向ですよね。そうじゃなく、破棄する代わりに一斉ので世界中で探し出してデータをみんなで共有しましょうねなんです。全く逆方向なんですよ。こういったのがパンデミック条約の、まあ、実態であります。で、その中でこういった危機を発する人は危険人物ということになりますよね。なので、こういった人たちの言論の取り締まりをすると、そういうことも書いてあるわけです。
ですから私の、まあ、YouTube 配信などでもいろんなの言ってますけれども、後から何癖つけられてどうなるかは分かりません。で、私のようなジャーナリストですとか、まあ、海外でもっともっと危険なことを犯しながらいろんな情報を出している方々、彼ら世界飛ぶときですね、どこの国でトランジットするかということも今懸念しなきゃいけないんですよ。国によって言論の自由っていうのがもう全くないとかいろいろありますから、訪れるんではなくトランジットするだけでもしかしたらここで捕まるかもしれない、こういったことがジャーナリストたちが懸念している状況なんです。ですからこれ本当に恐ろしい状況で今あります。で、次の IHR 改正に関する内容なんですけれども、まあ、これはですね、先ほどはビジネスの条約でありました、あるいは生物兵器拡散のお話でありましたが、IHR というのはすでにある国際保健規則の中身を改正しましょうということです。で、ここの内容はですね、公衆衛生を利用して世界的に全体主義的な社会を作ろうというのがこの大枠になってます。つまり疫病なんで国境をまたぐわけですよね。ですからみんなで一緒に同じことをしないといけないというふうに言って、 WHO が号令かけたらどの国をみんな従うというこの枠組みシステム作りをしているわけであります。で、いろんな言葉のごまかしがあって、主権を侵すものではないとかですね言ってますけれども、実態はそうになります。じゃあそうなったら日本どうなるかちょっと想像してみたいと思います。日本ではロックダウンそんなに他の国と比べてひどくなかったですよね。他の国と比べてですよ。私よくパナマに行くのでパナマの現地の知人から聞きましたが、あの時本当にひどかったそうです。パナマ政府は非常に敏感に対応してですね、10ヶ月間外に出れなかったと。で、どれくらいひどいかというと、外出ほとんど禁止で、男女で外出できる時間というのをちょっとだけ与えられたんですよ。女性は月、水、金の2時間、男性は1週間に火曜日と木曜日の2時間、しかもこの2時間というのは1日のうちの何時に出ていいかというのは、皆さんマイナンバー持ってるじゃないですか。そういうナンバーの下一桁で、下一桁がこの番号の人は何曜日のこの時間に外出していいですよっていうのが、言われていたわけです。運動もしちゃダメ、外でランニングもしちゃダメ、もうお家の中で閉じこもっとけ、そういう外に出るにしても何か必要最低限のものをしなければいけない。で、あの軍隊外に出てですね、もう本当に外出たいと思ってても、もう捕まったら怖いっていうことで、本当ほとんど皆さんお家の中にいたそうなんですよ。こんな社会に皆さん我々の住む世の中したいですか？全くこういったことがですね伝わっていないんじゃないですか。まあ、これがこの IHR の改正で今話し合われていることが進んだら実現する社会像になります。本当にこれ恐ろしい問題だと思います。で、本当に悪質なのがこれ我々が知らないところで勝手に進められようとしているものなんですよね。まあ、ですから原口先生中心となって議連が立ち上がって厚労省、外務省の役人の人たちに質問する機会が与えられているんですけれども、時間稼ぎがすごくてですね、もういい加減なデタラメな回答しかしてこないんですよ。で、ホームページも更新してなくて、去年の11月に更新になってましたよって、これ2月かだったかなに突っ込みましたら、その後日付が変わってたみたいです。もう喜劇は悲劇ですね。もう笑ってないとやってられませんが、まあ、こんないい加減なんです。でも役所の人たちはですよ、これ歴史的に一緒なんですよ。私の仕事をしていました、こういった歯車がいっぱいいっぱい回っていってとんでもない社会になるんですよね。ですからその歴史に学んで、私たちの立場で私たちがどうやってストップできるか、これをですね本当に考えなければなりません。まあ、そして私も引き続きこの問題、海外でどういう動きが出ているのかなど、まあ、話いろいろ取材をして、まあ、広めていきたいと思っておりますけれども、
この問題というのはパンデミック条約ただそれだけで終わるものではなくて、すべてつながっているものだと捉えなければいけないと思います。まあ、つまり、私はグローバリズム全体主義、これが危険であるというふうに思っていまして、その一環なんですよ。つまり国を主体としない、まあ、単一的な政府を作り出そうという動きがあるわけですね。公衆衛生を使って全体主義的なシステムを導入しようとしたり、あるいは我々が立ち上がれないように個々人の価値観を壊していく、この価値観の源を壊すために、まあ、当たり前であれですね、例えば男は女、女は男、そういったものを崩そうとしたり、これあれですよ、日本は寛容な社会でありましたから、まあ、そういったグレーゾーンも良しとして一緒に共生してきましたけど、こう共生することによってですね、我々はおかしいって反応するじゃないですか。だって子供たちにですよ、小さい頃あなたはどっちでもないんだよ、選べるんだよってこんなことするわけですよ。そうすると社会の価値観どんどんひっくり返してですね、そういった教育を受けた子供とそうじゃない教育を受けた親、家庭内で対立が始まるわけですよ。そしてこの公と違うことを言った親が密告されるような社会っていうのができてくるわけですよ。ですからこれ文化革命、もっと大きな意味で言えば、まあ、現代版の戦争ですね。これ冗談でも何でもなく、我々は戦争の中に、真っ只中にいるっていう認識をしてこの問題を見なければなりません。まあ、食料危機とか本当いろいろ話が尽きなくてですね、もう1分前なので締めなければいけないんですけれども、私たちのできることというのは数が多いということです。私たちがこうやってかがんでですね、テーブルを支えてるんですよ。この政府の役人ですとかグローバリストの人たちがいろんなプランをしている、そして我々を痛みつける。でも我々が従わないって決めて立ち上がったらですね、このテーブルおじゃんになるんですよ。これ本当にそうなんですよね。なので、まあ、我々言論弾圧にも屈することなく、まあ、大事なもの、家族、日本、そして自分自身の命を守るために引き続き頑張ってまいりましょう。本日はありがとうございます。ガナハ先生ありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお送りください。ガナハ先生はスケジュールの関係で本日はここまでのご参加となっております。ご多忙のところご講演いただき本当にありがとうございました。それではこちらでガナハ先生はご退場となりますので、皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。それでは続きまして、本日の講演会の主催者でもあります、我らが深田萌先生から、パンデミック条約と監視社会についてお話しいただきます。深田先生、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。間に合ってよかったです。今日、実はこの会を開いたのはですね、実は4月13日に、4月13日合ってる、うん、合ってるね、デモの行進をやる予定なんです。そのチラシを皆さんに持っていただいて一緒に行進していただこうと思って今日この会を開きました。ところがです、私が持ってくるの忘れました。それで慌てて取りに帰って、もう今日の講演会ついに自分の講演会に遅刻するんじゃないかなって思いましたね。でもなんとか間に合って皆さんのお顔を拝見できて本当に嬉しいです。先ほどガナハさんからですね、まあ過分なご紹介をいただいて本当に感謝を申し上げたいと思います。まあ、彼女にはですね、私は実は借りがありまして、数年前に祖父の、最大の工場が燃え尽きました。あの時にちょっとですね、自分の命が危ないなと思った時に彼女助け舟を出してくださったんですよね。で、
あの時私は非常に孤立していた状態で、まあ、あの中国のスパイだというあの、まあ、根も葉もない噂を流されて言論界でも孤立していました。そんな自分に手を貸してくださる方っていうのは本当に少なかったんですけれども、彼女はその中の本当に重要な一人です。そして会ったことありませんでした、はい、最近やっと会いました最近初めて会ったんです。1ヶ月ぐらい前ですね。1ヶ月ぐらい前にようやくお会いできて、もう本当にあのどこに住んでるんだろうと思ったら多分飛行機の上だと思います今日はですね、あの皆さん、私ほとんどワクチンの話とかパンデミックの話って YouTube でしてこなかったのに、なんで深田萌がこの件関わってるんだろうって思っていらっしゃると思います。で、まあ、それに対する答えはですね、実は私がずっと追ってきた TSMC 問題、シャープ、フォックスコン、これらの会社、パンデミックが始まった瞬間にもうマスク持ってたんです。そして配ってたんですよ。台湾は親日、そして反中であるというプロパガンダが流れていますが、パンデミックが始まった瞬間、一番最初にその情報を知っていたのは台湾です。そして1月14日にですね、まだ武漢肺炎だと呼ばれていた頃に、台湾から専門の医療チームが派遣されて、武漢で調査をしていたんです。そのことはニュースとして流れています。非常に奇妙ですね。誰も知らなかった時期に、年末の12月の31日に、台湾が初めて WHO に武漢で流行り病が発生しているということを彼らは通報したんです。そしてその2週間後には、対立しているはずの中国に医療チームを派遣してます。習近平もそれを受け入れてるわけですよ。おかしいおかしいと思って、今回パンデミック条約と国際保健規則の改正、これを見て私は確信を持ったんです。私は IT ビジネスアナリストとして何年も従事していますが、もともとは IT 企業を経営しています。その商談を通じて、中国が巨大な監視システムを、デジタル監視システムを世界に築こうとしているということに気がつきました。それが私が執筆を始めるきっかけになったんです。デジタル監視社会で私たちの自由を奪わせてはいけない。でも中国はどうやってそれを世界にインストールするんだろう。そう思っていたらですね、パンデミック条約の中にその答えがあったんです。パンデミック条約の中に公衆衛生サーベイランスという、グループがあります。サーベイランスと訳していますが、それは欺瞞です。サーベイランスの意味は調査ではなく監視なんですよ。公衆衛生の監視を口実に監視システムを世界に構築する、そういったことを彼らは考えています。私たちの移動履歴、接触履歴、誰と話をしたのか、どこの店に入ったのか、そしてワクチンパスポートがないと移動ができない、そんな社会を築き上げようとしているんです。そして IHR、国際保健規則の改正案の第44条に協力と援助というこの項目を私は発見しました。この第1項では、この加盟国ですね、監視活動も含めた能力の強化が求められます。それは個人の言論の自由を奪うことも含まれているわけです。そしてその第3項においても、この監視システムの強化、先進国はこういった監視システム、デジタルデバイスですからエレクトロニクス製品の製造能力を持っています。ところが途上国はどうでしょうか。難しいですよね。そういった発展途上国に対して監視システムの能力を強化することを
協力する義務があるんです。それはどういうことですか？監視システムに皆さん何が必要ですか？半導体ですね。皆さんがお持ちのカメラ、今皆さん写真撮っていらっしゃいますけれども、そこにはレンズの後ろには CMOS センサーがついています。そしてそれを処理するロジックチップが入ってます。それをどうしてその公衆衛生監視の議長国に日本がなっているんですか？私は疑問に思いました。日本は半導体不足と言われています。半導体を作る能力、生産能力が弱っているのが問題だと言われている日本で、どうして私たちの政府が諸外国に対して監視システムを提供するような役割を担っているんでしょうか。そこに TSMC という答えがあります。 TSMC はソニーと一緒に熊本の工場を始めました。ソニーが始めているのはインテリジェントビジョンセンサーと呼ばれるものです。このインテリジェントビジョンセンサーというのは CMOS センサーに TSMC が作るロジックチップ、そしてメモリが搭載されています。このインテリジェントビジョンセンサーを使うことによってカメラの機能が向上し、いちいちカメラで撮ったデータをデータセンターに流さなくても、端末の方で皆さんの顔や言葉、発せられた言葉、すべて認識できるようになるわけです。こうやって、私たちの血税、何千億ものお金が、ここに注がれて、監視システムを作ろうとしている。今まで私が命を懸けて活動してきた監視システム、監視社会を防ごうとする、この動き、私の思いと全く反対のことを中国ではなく日本が主導しているんです。これを主導した人物、皆さんご存知ですか？